ロケ2日目。今日もよく晴れて暑くなりそうだ。では早速、タックルから紹介してもらおう。さあ、明けて2日目。もうほぼ組んでるタックルっていうのはもう昨日と一緒なんでね、ロッドのチョイスは一緒。うん、メインタックルはもう変わらずと。で、朝ちょっとね、期待値込みで、ブルタンク。まあ、これちょっとストロングな魚探してみたいなと。まあこれ一つ。まああとでダッチとかミノに変わっていくだろうなっていう。まあそういった感じ。で、パワーベイトフィネスに関してはもう昨日と一緒だね。重めの、猫リグ。これをセットしたファットウィップクローラーの5インチ。まあこれでドリフト。で、スピニングはもうサイト並びに、こういった小型プラグ。まあこれをちょっとビシバシ入れていこうかなと。だけど、昨日やっぱこう、ルアーサイズ下げるとどうしても連れてくるアベレージがそんなに大きくなかったから、今日もとりあえず試してはみるけど、多分、いいバスがストライクしなかった時にはもう速やかに、こういった小型系のプラグは今回はちょっとこう、排除していく方向になっていくかなと。いった感じ。なんでまあ、とりあえず、やっていってみよう。ということで、朝一先発ルアーはストロングなバス狙いのブルータンクへ。昨日の朝はやや小ぶりなバスしか釣れなかったポイントだが、今日はどうだろうか。もう出そうな絵面としてはもう言うことないぐらいいい絵面なんだけどね。確かにいい雰囲気だ。しかもしっかりとしたカレントに加え、インサイドにアウトサイド、水深の浅い背の部分に深場と変化に飛んでおり、シチュエーション的には申し分のないポイントだ。このポイントはすごく形はいいんだけどな。強い流れの脇にあるインサイドだからね。ここなんかももろだよ。フィーディングの魚いたらここで待機してるでしょっていうようなポイント。ベイトが散った。さあここで食ってほしいが。よし、出た。おお、フィーディングスポットで出たよ今日。ブルタンク、よし。うわー、ナイス、40アップ。よし、おお、45アップ。うらー、ねえ、ああ太くはないけど長さはねある感じ。ああちょうどね、投げ込んだところっていうのがちょっとなんかベイト感あるなと思って、でブルを投げ込んで、でブルを右左右左ってクイックリガチャン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 って動かしてやるとベイトがファーッと散ったんだよね。おこれスイッチ入るかなと思ったら、すぐその後にプチッとスイッチ入ってバフッと、ああ出てくれた。ああでも本当にブルのいいアプローチ聞いたね。本当にルアーの特徴とコートの特徴がリンクした。だそうするとやっぱこういうふうにスポッと答えは返ってくるよね。ああ今日グッドスタートじゃない。いいスタートが切れてると思う。よし、昨日よりちょっと精度上がってるかな。まだたまたまかな。ビッグワンではないが十分なグッサイ。まずは幸先のいいスタートと言えるだろう。普通だったらまあまあっていうサイズなんだけどね、昨日やっぱあのサイズ見てるから。でもいい昨日よりいいスタートが切れてる。やっぱ昨日ねこのスポット触って学習できてるからこそ、今日はあ、じゃあこういうルアーをああいう場所に当て込んでみようとかっていうのがね生まれてくるから、これが昨日みたいにもう本当に生まれて初めてポンと入ったっていう状況じゃやっぱなかなかここまでの精度はやっぱどうしても釣りは出ないからね。よし、あとブルを入れたいとしたらこっちか。ということでキャストしたのは昨日小バスを連発したポイント。ルアーをブルタンクに変えることでどんな結果になるのか
とても興味深い。もうすぐ昨日コバスがバイトしてきたあたりだが、どうだろうか。うわ、出た、取れた。ここの岩の隙間のちょっとしたえぐれ、多分狭すぎて魚うまく出れなかったんだな。残念、出るには出たが惜しくもフッキングには至らなかった。ここで試しにルアーをレベルシャットに変えてみる。ハスかな。あ、魚だ、魚ついてるわ。なんだこれ。バス。なんだこりゃ。よいしょ、ちょっとベンチに外してあげます。これは極端すぎるだろう。なんで40後半の次はこれなんだ。よし、昨日本人も言っていたが、このレベルシャットマイキャストごとに釣れそうな雰囲気がある。うわ、なんだこれ。バスじゃないな。お、ハスハス。こういうの食ってるバスは多分でかいんだよね。綺麗だな。でもやっぱ流れの中いたな、ハスも。やっぱある程度流れが効いてて、ああいったベイトが絡んでるところで、多分それなりのマッチザベイトのルアーを入れてやると答えはいいんだよね。うわ、ちっちゃい。これバスだろ。バスだね。昨日よりあからさまにちっちゃいよ。やっぱルアーサイズを上げてやんなきゃダメだな、ね、もちろんシャットでも大きいのは来るかもしんないけど。あ、わり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 。よいしょ。ああいったのも食ってきちゃうからね。やっぱり流れが当たってる場所で、さっき釣れたようなハス、ああいった大型のベイトが絡む位置で、そこにそれに合ったサイズのルアー、まあ、もっと言えばそれに合った色とかアクションのものってなってくると、おのずとやっぱりそのチャンスは多分劇的に違ってくると思う。サイズアップを目指して移動してきたカナモ。あれ、ちょっと水増えてんのか。早速バスを発見したようだ。ああ、間に合わねえな。カナモのサイトといえば、開発中のサイト専用アーム。うわ、ちっちゃいのが食っちゃった。ああ、でかいのが近くにいる。よいしょ、よいしょ。かあ、ああ、くそー。ああ、横取りされた。やっぱね、ちっちゃいのとでかいのが並んで泳いでると、やっぱちっちゃい方が俊敏だからね、パンっていっちゃうんだけど、横にいたのが40半ばから後半、多分後半ぐらいあったと思う。2匹で泳いでたんだけどね。よいしょ、サンキュー。ああ、そこの、まあメインカレントが岩に当たっ
ってふわーっとカレントがちょっと柔らかくなってるところを2匹でフラ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 って泳いでたから、惜しい。どっちも反応してただけにね、ちょっと惜しかった。朝一ダッジでまあまあサイズを釣って以降は小バスが続いているカナモ。ポイントを移しファットウィップの5インチで状況の打開を試みる。昨日もそうだったが、日が高くなるにつれてどうもフィールド全体がまったりとした空気に包まれてくる。今キャストしているポイントもシチュエーション的には十分条件を満たしており、釣れそうないい場所なのだが、超流れがぶち当たって反転流変えてるとこ、スーパーいいとこだけど。確かにスーパーいいところだからといって必ずしも釣れるわけではないが、攻め方としては間違っていないはずだ。よし、食ったけど小さいか、小さいな。よいしょよいしょ、あ、ご飯も飛んでっちゃったね。やっぱちっちゃい。いい流れに対して送り込んであげてゆっくりやっても、これか、やっぱサイズ絡めるの難しいね。いい、サンキュー。ここで昨日大活躍したレベルミノーを選択。ワームなどに比べ飛距離が出て、しかもある程度スピーディーにテンポよくキャストを繰り返していけるレベルミノ。厳しい暑さの中、高い集中力を維持しつつここだと思うポイントを重点的に打っていく。その後も懸命のキャストが続けられたが、なかなか反応は得られない。この後の展開についてカナモに聞いてみる。まあ、エリアを変えるか釣り方をもう大きく変えるにもそんなにもう選択しないしね。ということで朝一のポイントに戻ってきたカナモ、移動の繰り返しで乱れた息を整える間も惜しんでキャストしていく。サイズはともかく、まずは一本釣ってペースをつかみ直したい。よし、食った。移動してきて、あー疲れたと思って肩で息してたら食っちゃったよ。あーでもアベレージか。よし、うん、こい、よいしょ、ね、アベレージよりかちょっといいかな。よいしょ、うらね、30半ば後半ぐらいかな。まあでもすげえ、こいつ肉付きいいわ。ファットウィップの5インチ、それの ネイルね、ネコリグでそこの大きいわ。朝ブル引いてきてガバッ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 ジョクって後ろで出て、あーできらなかったなと思った時によく見たら、その大きな岩の下って結構空洞になってたんだよね。あ、空洞になってたななんて思いながらピッてネコリグでドリフトさせたら一発、完全油断してたね。よし、サンキュー。時刻は早くも昼近く、やってきたのは高山ダムの中でもメジャーといえる上流部の超人気エリア。その分プレッシャーも高めだが、
流れもしっかりと効いており、期待はできそうだ。どこ行ったな。早速バスを見つけたようだ。すかさずキャストしていくカナモ。三重バスには開発中のサイト専用アームが有効だ。ちっちゃいの浮いてきた。さっきまで40ちょいのが2匹いたんだけどね。見えなくなったからブラインドで入れたらちっちゃいのが食った。よいしょ、ういもうほんとこのフィールドのアベレージだね。よいしょ、ういサンキュー。またしても小バス。次は思い切って強い流れの中に活路を見出してみる。これだけの激流と言っていいほどの強い流れなら、ある程度の大きさをした強い個体がいるはずだ。果たして激流をものともしないビッグワンは現れるのか。お、まずいた。確信は持てないが、多分バスだと思われる。うら、やっぱバスだった。若干もともと違う色だったんだよな。うら、来い。あー、でも可愛いサイズだな。よいしょ。よいしょ。うら、さっきと一緒よりかはでかいかね。35は超えてる感じだけど、アベレージ。やっぱ大きい影じゃないからバスかどうか分かんなかったんだけどね。でもなんかバスっぽいなと思って打ち込んでみたらバスだった。やや大きめのバスを見つけたカナモだったが、どうやら見失ったようだ。ちっちゃいのいますね。やっぱこのサイズは食うな。でもこのサイズでも超低い。ここのよいしょ。あ、ベイト入った。よいしょ。うら、ああ、これ投げる前にね、45度ぐらいフラーッと泳いでたんだけど、見失ってたまたま通りかかったやつちょっかい出したら釣れたって感じ。よし、サンキュー。よっ。引き続きバスらしき魚影を見つけては撃っていくが、うわー、マジか。ショートバイトが続く。うわー、出た。必殺の口開けるだけ。もういないか。よし、昼飯食いましょう。午前終了です。ということで一旦休憩を挟みます。皆さんもこうした暑い日は無理せず休憩を取りましょう。しばし体を休めた後、釣りを再開するカナモ。少しはリフレッシュできたのだろうか。さあ、昼飯食って、しかも食堂のおばちゃんに寝ていいよって言われたからちょっと昼寝しちゃったんだけど、ということでリスタートがまさかの3時。あー、寝すぎたということで、まあとはいっても日差しがまだまだきつくて、まあいい休憩だったかなということで、ちょっとロングタイムね、シエスタ入れて、まあ残り3時間ちょっとって感じかな、触ってみようっていうことで、まあ2日間っていうか、まあ1日半かね、昨日と今日の午前中触ったところをもう一回行ってもよかったんだけど、まあせっかくだからっていうことで、またちょっと知らない場所で、まあ初めての場所だよね、そこに突っ込んできてみたと。で、まあ結構な距離歩いてきたから、まあもうほぼここでやりきるっていう感じかな。だからまあ昨日と今日の午前中までで、感じてね、勉強してる今回のこの高山ダムの
感じをまたこの新しいスポットでもうまく当てはめれたらいいなといった感じで、どうだろう、見た感じこの1日半の中で一番流れ強いんじゃない、一番カレントも効いてる。であとそこにアユのおっちゃんいるんだけどさ、アユのおっちゃんも今アユ釣ってる、アユがちゃんと絡んでるんだよね。だから結構もしかしたらストロングなポイントかもしれないか、今アユのおっちゃんがやってるもうこのゾーンだけがアユもしっかり溜まってるのか、まあわかんないけど、まあとりあえずここから下流をやってくって感じだよね。さあ釣れっかな。今までのエリアより流れが強い、だから同じファットウィップでもどうせ日中で強いカレントの中の岩とかのくぼみに潜んでんだったらもう多分 3.5 でちょうどボトムまで綺麗に落とせる感じじゃないかな。こういう流れの当たんないこういう落下だよね。よし、でかい。うわ、これでけえな。うわ、危ない危ない危ない。超ふて。よし、腹パン。よし、うわ、太っ。うわ、ちょっと洗ってあげようか。くる。すげえ太い。ね、昨日のマックスサイズほどのコンディションではないけど、でもそれに近いぐらいの超ブリブリのコンディション。まあでも流れを思いっきり避けられる、もう超角っこ、もうそこだもんね、もうそこのすぐ裏の角っこ、そこにもうパッドウィップをポーンとネコリングで入れて、でポールした時にあれなんか黒い影あるってその時に初めて気づいて、でそこでポンポンとちょっとリアクション気味にパパッて動かしてね、パッドウィップがブンブンって動いた時にバフンって食ったの見えたから、もう見ても超いいとこかかってる、ど真ん中だよね。ねえ、ああ、いやー、うん、今日仮にこの後釣れなくてもこのクオリティ1本触って帰れると思ったら十分満足の1本じゃね。おお、かっこいい。アジャストだわ。休憩後の1本はなんと50センチだった。はい、いい、ジャスト50あったんだな、4パチぐらいかと思ったけど、サンキュー。やべえ、昼飯食う前にスタッフここ腰アップ釣れたら時間帯問わず帰るよって言っちゃったんだよね。どうしよう、言って帰ったことないんだけど今回も多分帰らないと思う。はい、すいません。もうちょっとやっていいですか。はい。はい。機雷の粘りストカナモが日没前に帰ってはいけません。ここからはレベルミノーの出番だ。なんだこれ、何かチェイスしてきたようだ。ミノよりちっちゃいバスが来た。どうやらビッグワンにはほど遠い超小バスがちょっかいを出してきただけのようだ。もちろんそんなことにめげることなくキャストを繰り返していくカナモ、その姿は実に頼もしいが、先ほどの50センチで終わりにしなかったことと過去のビッグワンゲームネクストの例からいくとどうも嫌な予感がする。
どうやらここはもうあまり期待できないようだ。ポイントを移した方がいいかもしれない。ちょっくら参ります。時刻は早くも夕方。引き続きレベルミノーをキャストしていく。果たしてラストをエンディングフィッシュで飾ることができるのか。よし、食った。よし、ミノ可愛いけど、可愛いけど来たよ。昨日と一緒だな。やっぱちょっとローライトになってきたら魚の活性がね上がってくるんだよね、きっとね。フィーディングスイッチが入ってくんだろうな。だってミノに反応して抜き上げるときにそのままポチョンって落ちるっていう。まあまあ40ないぐらいのアベレージちょいこましぐらいのやつ。いや、圧倒的に魚影のすっげえ薄いエリア選んじゃったな最後なんて思って、ちょっと当てづらくて難しいなと思ってたけど、ポンとタイミング合えばああいうところに刺してくんだろうな。でも魚影はめちゃめちゃ薄いと思う。多分この2日間で入った中でぶっちぎり薄いわここだから。もうドリフトで流すっていうよりかはもうあの岩の後ろのヨレ打つとかこの反転流打つっていう感じでソフトベイトの釣りはやっていかなきゃいけないし、むしろこっから影になってきて全体の雰囲気ちょっと良くなったら巻物、昨日と一緒でやっぱ巻物ベースに切り替えていった方が拾えそう。水中にもねこんな石がもうスーパーゴロ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 入ってるから、はっきり言ってどこの岩の裏のヨレとか、ね、岩の根元に魚がついてるとかもうはっきり言って全く皆目見当つかない。普通はねもうちょっと少ないから、あの岩の位置は流れに対してすげえいいから、あの岩には多分魚に立ち寄るなとかついてるなっていうのが結構分かりやすかったりするんだけど、もうこんなにこう見えるだけじゃなくて水中も同じくらい入ってるからね、こんだけあるとね正直魚影の薄さとこのデラックスすぎる岩の入り方だと絞れないよな。多分俺がこの先このフィールドにまた来ることがあったとしてもここはきっと選ばない、よっぽどじゃない限りか。今がたまたま魚影が薄いだけなのか分かんないけど俺には。だけどちょっと辛いね。でもバスはねいないわけじゃないから、さっきみたいにポーンと来るかもしんないから、まあ、とりあえず継続的に続けていきつつも、よいしょ、どこか夕方に なるに従ってぐっと強くなる場所だけは見つけときたいな。でもなんかこの辺夕方一番パワー出そうな気するんですけどね。上はもうずっとガン流れのままだもんな。ちょうどガン流れが終わってある程度たるみが出始めるのってこの辺だもんな。うわっ、よし、食った。うわー、追ってきて一回反応してミスってまたグリグリって入れたらブワッて追ってきても引き波見えたもんね。ブワッて追ってきてゴーンって当たったんだけど、なんでか乗らなかった。やっぱこの辺なんかパワー出そうだなって言ってたらちょっと出始めてんな。スピードで騙すんだったらミノ、水面使ってこのローライトになってきつつあるこのシェードを使うんだったらトップ、ちょっとローテーションでどっちがいいとは言い切れないけど、ちょっとミノは散々投げたからここでトップダッチ試してみよう。ということでダッジを投入するカナモ、果たしてこの辺めっちゃ出そうなんだよな。
ボディのメインカレントからあっちのインサイドのサブカレントに変わる切り替わり出ないか。お、な、何が出た今。ハスかな。流れの強いところでバスらしき魚がダッチに当たってきた。ということはハスがああいうとこにいるんだ今。ちょっとワーム入れてみようか。ベイトの位置が分かった。今の出来事を参考にルアーをファットウィップクローラーにチェンジするカナモ。その読みは的中するのだろうか。なんか食ったな。ハスかな。でもいいな、ベイト溜まってくれたらいつかバスが集中力高く入ってくる可能性はあるから。食った。よし。うわっ、でかかった。切れたよな。違う、見切れだ。かかりが浅かった。今結構竿グーン入ったもんね。でもやっぱ言ってた通り、ぼやいてた通り、あ、なんかハスみたいなのが当たるなとかね、ダッチにこうハスがピチャって出てみたり、あ、ベイトいるな、ベイトいるな、ベイトのポジション今そこならって入れて、綺麗にドリフトルスーと通してたらラインが当たりもなくグーって入ってったから、結構深く食ったと思ったんだけどな。当たりもなくグーって入るってことは、残念。ああ、多分本当に魚影濃いスポットじゃないから、本当にこの連発してるミスはちょっともったいないな。ウェイトもドンピシャぐらいだな。ウェイトがね 2.6 のネイル進化。ファットウィップクローラーをリグり直して再チャレンジ。今度こそしっかりとランディングまで持ち込みたい。食った。うわー、小さかったこんな軽くなかったぞさっきのは。よいしょ。うでもね、そこの大岩のヨレで食ってきた。さっきまで全く反応がなかったけど、やっぱ昨日と一緒だよね。やっぱりこの全体がシェードに包まれてきてから、なんとなく魚に動きが出てくるって感じだよね。さあ、こっからがチャンスタイムだろうな。典型的なリザーバーの感じだよね。日中239ハイライトだと岩の隙間に入って、それもカメラマンさんがいるようなね、それも足元の岩とかゴツゴツしてるでしょ。そういう隙間とかに結構入るんだよね、ぐーっと。よく見たら岩って別に真四角でこう規則正しくないからね、結構凹凸あるから、そういうなんとなく柔らかいカレントが当たってしっかりシェードになるような、その岩の裏っ側とかえぐれに入るからね、だから動きがやっぱなくなってくるけど、こうやって夕方近づいてきて全体的にこうシェード落ちてくるとやっぱり動き出すんだよな。やっぱ全国津々浦々いろんなフィールド、まあリザーバー回ってみても、でも一緒だよね大体。ちょっと上行きますか。さあ、今回もいよいよ大詰め。最後まで粘って本当に良かったと笑顔で締めたい。ルアーはやはりファットウィップクローラーの5インチ。食った。うわー、ちっちゃいこれかよ。うれ、ラストフィッシュかな、時間的に。よいしょ。結構
ピンキリだね。サイズがね、結構プアだと思ってたから出ればドーンっていうサイズかなと思ってたけど、もうどんどん釣るたびにちっちゃくなってきた。ああ、いい俺なんだけどね。ああいういい反転流でもああいったサイズなんだな。まあすなわちエリアのね、魚の密度、それがまあ結果そういうところに結びついてるねっていうことで、まあ2日間ね、久々の関西のリザーバー、やってきたんだけども、冒頭でもアナウンスがあったと思うんだけど、この高山ダムすごく、今回2日間初めてやってみて、すごくいいダムだなって感じたんだけど、このダム、漁券が必要です。なんで必ず、このダムに、遊びに来る人っていうのは、日券なり年券なり、漁券を買って必ず、釣りを行ってください。すごくね、こうバスに対してすごくオープンでウェルカムな、すごくいいフィールドなんで、必ずそこは守ってもらって、このフィールド、ね、長く、保つように、みんなで協力してもらえればなと、はい、いった感じで、最後ちょっと尻すぼみだったところが、まあ俺っぽいっちゃ俺っぽいんだけどね、また改めてね、基礎体力つけて来てみたいなっていう感じで、まあこのダム本当にね、結構険しいポイントが多いから、まあ本当に来る人はね、怪我だけないように、であとはしつこいけど、漁券それを購入して、楽しく、マナーよく、よいしょ、やってもらえればなと、はい、いった感じで、また次回。ああ、疲れた。まだおもろかったですけどね。お疲れでした。